はい、えー、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。えー、今回はこちらの、えー、令和2年度、えー、理論科目、電験3種の理論科目の問い15をやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー。で、ちょっと最初からの書き込みがされているんですけれども、ちょっとあの、さっきあの1回目取ってて、あの、一部誤りを含んでたので、えー、今回2回目取ってる関係から、あの、1回目の、えーまあ、メモ書きが残っている状態でさせていただければと思います。 問題文の方ですね、こちらになっております。確認したい方は動画の方を一時停止してください。えー、まあ簡単にですね、要点だけ今からあの申し上げますと、えー、まあこういうような、えー、まあデルタ結線の負荷とですね、あと線路に、えー、まあ直列にコイルが、えー、同じ4オームですね、のリアクタンスのものが挟まってますよと。で、W1 の電力計で、えー、まあ電力を測定してますというような格好です。 電力計については、電流は A 層ですね。で、ABC 間の電圧を測っていて、C 値は正でありました。というわけです。で、あと、抵抗、負荷の抵抗はそれぞれ QOM です。ということですね。で、括弧 A につきましては、電流 IAB ですね。この デルタ結線の総電流 IAB の実行値を求めてくださいというのが問題ですので、早速やっていきたいと思います。まずこの回路ですね、あの、デルタ結線抵抗のデルタ結線と、で、一方コイルは、まあ、各、まあ、そ、まあ、に接続されていて、で、まあ、こっちはスター結線っぽい接続なんですね。 スターとデルタが混在してしまっているので、ちょっと計算しにくいので、スターに、えー、統一したいと思います。まあ、ですので、この、えー、抵抗3つのデルタ決線をスター決線に変換するんですね。完全に平行ですので、えー、これはですね、あの抵抗を3分の1したやつがスター決線の一礎あたりの抵抗となります。3分の1するんだったか3倍するんだったかってよくあのごっちゃになっちゃうんですけれども、そういったときは、 えーまあ、抵抗で消費される電力の公式を思い出して、えー、それで考えてあげたらいいと思います。えー、ここですね、えー、スモール R 分の V2 乗、まあ。これは、えー、デルタ結線における抵抗と、えーまあ、線間電圧 V、えー、からわかる、枚、ま、数、あ、あたりの消費電力ですね。変換後っていうのは、えー、送電圧が対地電圧になりますので、ルート3分の V になるんですね。 それの2乗なので、3分の V2 乗というわけです。に、スター結線の一層あたりの抵抗、ラージ R がつくんですね。はい。まあ、ちょっとわかりにくいですね。この R っていうのが、デルタの方で,で、こっちがスター結線の R ですね。はい。まあ、この関係から、あの、スター結線の R が3分の1なんだなっていうのがわかると思います。ね、ここ、あの、イコールにならないとおかしいので、 はい。ですので、スター結線に変換してあげると、デルタで9オームだったら、スター結線では3オームというわけになりますので、ここですね、あの、スター結線の一層あたりの回路を書いてます。線路に挿入されている4オームのコイルと、あとはスター結線一層あたりの3オームの抵抗ですね。はい。で、これに対して、まあ、総電圧が対子、まあ、電圧ですので、 ルート3分の200の電圧がかかっているので、まあ、その時流れる電流というのを、まあ、出してあげたいと思います。それを出してあげるとですね、まあ、それが IL、る、まあ、線電流を出してあげるとですね、まあ、あそれを、ルート3分の1倍してあげたら、このデルタ結線の、送電流になってくれるということで、答えを導くことができます。 ではですね、スター結線の宣電流を出すために、総電流を出すために、この L と R の直列回路の合成インピーダンスを求めますと、これは5オームになるんですね。はい。まあ単純に、ルートの3の2乗プラス4の2乗をしてあげたら、まあ、ルート25となります。はい。まあですので、 じゃあ、線電流はっていうと、マスター結線の送電流はっていうと、電圧がルート3分の200で、抵抗が今5オームと計算できましたので、で、このオームの法則から電流を出すと、出すと、ルート3分の40というふうに求めることができます。なので、じゃあ最終的にデルタ結線の送電流はって言われると、線電流のルート3分の1倍ですので、 この関係から計算すると13.3と見知ることができますので、2番が答えであるというわけです。はい。カッコ A については以上でございます。では次ですね、カッコ B。カッコ B はというと、炭素電力系の C 値を求めてくださいというふうに書いております。 で、えー、まあ、電力系の CC を求める関係の問題ですね。あの、ベクトル図書かなければいけないものが多いです。で、今回もベクトル図書いていきたいと思いますけれども、ちょっと最初ごちゃごちゃしてて、あの、すいません。申し訳ないんですけれども、ちょっと関係ない、今は関係ないやつを消していくと、えー、まずですね、あの、A 素 B 素 C 素の対ッ電圧 EA、EB、 EC をですね、まあ、120度ずつの、えー、マーサーを持って、えー、書きますと。はい。で、えー、電力系のコイル、えー、電圧コイルの方は、えーまあ、BC 間の大、えー、地電圧を見てるんですね。まあ、なので、えー、B 層の方が正だとすると、えー、EC の、えー、マイナスですね。つまりマイナス EC のこの点線で書いてるやつですね。 え、まあ EB との和ベクトルになるので、まあここの赤で書いている、え、ベクトルっていうのが、え、まあ電圧、え、まあえ、電力系に、え、入力される電圧、え、ということになるんですね。はい。これもし逆に EC が正で EB が風の接続になっていると、え、まあ、逆のこういう上向きの、え、まあベクトルになるんですね。 どっちなのかっていうのは今のところ判断できないので、とりあえずこれで置いておきます。まあ、仮に下向きだったとします。次ですね、あの、電力系の電流はというと、A 層の電流を見ております。ですので、A 層の電流のベクトルを書いていきたいと思うんですけれども、まあちょっと今すでにこの緑色で書いているこの IA というのはそれになるんですが、で、これっていうのはなぜこういうところに似てるのかっていうと、 えー、ま、負荷が遅れだからですね。はい。えー、ま、上で見ていた通り、えー、スター決戦で見てあげると、L と R の、ま、直列回路なので、えー、ま、遅れの負荷ですよね。どっからどう見ても。ま、ですので、えー、ま、A その電流は、e、A EA よりもちょっと遅れているところに、ま、書いてみたんですね。はい。で、この時、えー、じゃあ電力系の指示はと言われると、ま、P イコール A で計算すると、 え、ま、仮に B 層が、あの、電圧コイルについて、まあ、B 層が正だったとすると EB-EC になるんですね。で、かける EA、電流値ですね。それとまあコサインシータ、ま、c ーまあこの電圧の赤いベクトルと緑の電流のベクトルのナス角シータのコサインシーターで求めることができるんですね。で、この EB-EC はっていうと、まあ、EB と EC がそれぞれ、ルート3分の200。 線間電圧が200なので、対地電圧はっていうと、ルート3分の1しますよね。まあ、ですので、ルート3分の200が EA と EB になるんですけれども、えー、じゃあこの EB 引く、e、マイナス EC はっていうとですね、ここは EB かけるルート3倍の関係になっています。はい。まあこれはよくあるパターンだと思うんですけれども、まあここは30度ですので、まあ直角三角形のですね、まあ一体 1>, えー、1対2対ルート3の関係から、あのー、まあ、導くことができます。ね、こ,こ EB が、えー、1だったら、えー、ここの赤い矢印の半分は2分のルート3。なので、えー、赤い矢印全部ではルート3というわけですね。はい。まあ、と、まあ、ということで、えー、ここは200なんですね、電圧のところは。で、電流はっていうと、えー、さっきカッコ A のところで求めてました、あの、線電流ですね。ルート3分の40ですね。 はい。これを普通にそのまま流用して代入してるだけと。で、cosθ については、えーまあ、0から90度の範囲内でありますので、えー、正になるんですね。まあ、なので、p の指示値は、えー、正であるということが分かりましたので、問題と合致するんですね。問題文の方で指示、えー、値は正でありましたと書いてましたので、それと合致しました。まあ、逆にですね、あのー、 じゃ、電圧、えー、まあ、この、えー、電力計に入力される電圧が、まあ、上向きのべ、電圧のベクトルだったらとすると、ええー、θ っていうのがこっちの、えー、90度超える、えー、感じになってきてしまいますので、これだと cosθ がマイナスになってしまって、死位値が不運になるんですね。まあ、っいうことは、あの、問題文と合致しないので、えー、じゃあ、この、e、え EB が正のこの赤い方向のベクトルで正しかったんだな、ということがわかりました。 で、ここからは、計算ですね。で、コサインシータいくらなのかっていうところが問題になってくるんですけれども、えー、まぁ、カッ A の方でですね、えー、ま L,、えー、L と R の、えーま、負荷っていうのが分かってますので、ま、じゃあそこの負荷のところから、ま、ここの力率ですね、負荷の力率、えー、シー θ0 を、ま、出してあげると、えーま、90度からシー θ0 引いたらシーターになりますので、ま、そういう関係から、 計算することが、できます。シーターゼロですね、どういう値になるのか上で見ていきたいと思いますけれども、普通にですね、この、スター結線1層あたりの L と R の、直列接続のこいつの、力率を出してあげたらいいだけですので、コサインシーターゼロはっていうと、5分の3。5っていうのが、合成のインピーダンス5オームですね。で、3っていうのが抵抗分の3オーム。 この分ですね。はい。から、0.6、cosθ0 は0.6ですよ、というのが分かりました。まあ、なので、戻ってきて、cosθ0 が0.6と分かりましたので、じゃあ、cosθ はっていうと、コサインシータは90度低 θ0 ですので、まあ、このようにまず cosθ を変形します。 で、二分の π とかが出てきているので、えーまあ、三角関数の、えー、公式使ってあげて、えー、サイ sin に変換してあげました。で、sinθ0 となりまして、で、これはっていうと1、1-cos2 乗 θ0 になりますので、θ0、まあ、が0.6っていうのを活用してあげたら、えー、sinθ0 は0.8ですよっていうのがわかります。で、あとは代入ですね。はい。 えー、ルート3分の1を前に出してあげてて、で、200×40 で8000ですね。で、かけることの、えー、コサインのところの0.8。してあげると、まあ、だいたい3700というふうに、えー、見積もることができるので、まあキロワット、kW、えー、に換算すると3.7というので、カッコが答えになります。はい、えー。今回の解説については以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。